皆さんこんにちは。地球に乾杯のコーナーです。今日のゲストは映画監督の坂田雅子さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。今東京のポレポレ東中野という映画館で坂田さんの新作失われた時の中でが公開されています。この映画はベトナム戦争の時代にアメリカが散布した枯葉剤の問題をテーマにしています。坂田さんはこの問題をずっと追求なさっていて、今回はその三部作の最後ということです。この作品が出来上がった経緯、あるいは今ベトナムが どんな状況にあるのかなどを今日は聞いていきたいと思います。ではまず乾杯なんですが、今日のお飲み物は、ルイレゾンルージュデリス、アップルシードルですね。アメリカではなくてフランス産のリンゴを使った、フランスではとてもポピュラーな飲み物だそうです。爽やかな味で暑い夏にはぴったりいいですね。はい、はい、では乾杯します。はい、よろしくお願いします。そうですね、爽やかです、はい、では初めに失われた時の中での予告編を皆さんに見ていただきます。Cùng nghĩ đâu cùng chó quá, nếu mẹ hết hơi được thì cũng phải chịu, mà kêu hết hơi được thì phải chịu như vậy. Thì nói đi, dọn cái tươi, dọn cái thọ đình cho một số phần của ai vừa trong rồi thì có gì chịu thôi đấy. Important, good job, and then we have handicap like me. What is your difficulty? I'm happy I live by myself, independence in everything. Puis au cours de ces 35 années qui m'ont suivi, ceux qui en souffrent toujours.Je désirerais faire mon devoir de mémoire. まあ、坂田さん、今回は三部作の最後ということなんですが、まあ、そもそもなんですけれども、第一作目というのは2007年に花はどこへ行ったというタイトルで、完成なさいましたけれども、坂田さんがこの枯葉剤の問題を追及するきっかけは、坂田さんのパートナーであるグレッグ・デイビスさん、フォトグラファーですけれども、はい、グレッグさんはベトナムにの戦争に従軍して、はい、その帰還兵だったということですが、はいはい、その後年に肝臓がんを患って急逝なさったということですね、はい、うん、まあ、それがきっかけということなんですけれども、はい、経緯をお話しいただけますでしょうか。はい、まあ、夫が亡くなって20年になるんですけれども、はい、その亡くなり方っていうのは本当に急だったんですね、はい、ちょっと調子が悪いって言って病院に行ったらそのまま入院ということで、原因もわからないまま2週間後には亡くなってしまった、まあ、途中で多分肝臓がんで
余命6ヶ月ぐらいだろうとお医者様には言われたんですけどもね、でも本当にあの何の話し合いもする時間もなく亡くなってしまったんですね、で急に一人に取り残されてしまって、これからの人生一体どうやってやっていけばいいんだろうと、本当に途方に暮れて、あの自分をあの本当にどうしようかと思っていたんですね、でそこで、まあ、暗闇の中で、何かにすがる、何か藁をもつかむような気持ちで何かをしなければと思った時に思いついたのが、夫の死の原因が本当に枯葉剤だったとしたら、枯葉剤についてもっと知りたい、何も知りませんでしたからね、知りたいという思いと、それからその知る過程で知ることができたことを何か映像という形で残したら新しいチャレンジが生まれるんじゃないかなと思ったんですね。その枯葉剤が原因ではないかというふうにおっしゃったのはどなたですか？それはあのグレッグの友達で、あの長年あのベトナムを取材してきたニューヨーク の、 あのマグナムのカメラマンのフィリップ・ジョーンズ・グリフィスさんという人なんですけどね、彼はあのニューヨークにいていつも電話くれたんです、グレッグの容態を聞くために、で私がね、なんか彼も彼肝臓がんを患ってたんですよ。だからカメラマンであるということと、それからベトナムに何度も行っていたということが共通しているから、なんかそこであの理由があるのかなって聞いたら、いや彼の場合は枯葉剤だってきっぱり言ったんですね。そうですか。でもベトナムから離れてもう三十何年も経ってる時ですから、もしそれが枯葉剤だとしたら、そんなに何十年も経ってね、影響が出ることってあり得るんだろうかと半信半疑でした。肝臓がんが判明したのが2003年ですよね。で、まあ、70年に帰ってきて33年です ね、 そ, うですよね。それから発症したということですね、で今になって思うと、まあ、あり得る、大いにあり得ること、それだけの潜伏期間っていうのは ね、そうですね。でも当時はね、まさかと思いましたね、じゃあおそらく機関兵でグレックさん以外にも同じようにがんを患った人は大勢いるということですよね。そう思ったんですね、あの当時、まあ、50万人ぐらいのアメリカ人がベトナムに駐留、10年の間に駐留していて、で、まあ、その彼がいた1967年から70年の間にも20万人ぐらいがいたと思うんですね、そしたら他にもね、同じように枯葉剤であの困ってる人たちが、困ってる病気になった、亡くなった人たちがいるんではないかな、それについて調べたいと思ったんです、でも私もそんなあのジャーナリスティックなことをするのは経験がなかったし、アメリカにいろいろ問い合わせてもね、なかなか思うような返事はもらえないで、あのいたんですね、でインターネットも20年前ですから、今のように何でも調べるっていうわけにはいかないで、そうこうしている、そうなんです、そうこうしているうちに、まあ、ベトナムに行くことになったわけですけど、それは自分でリサーチしようと思ったんですか？リサーチをする前に、あの、まあ、とにかくその時の私のこうなんていうのか、絶望感みたいなものの、からね、何か立ち上がろうと思った時に、こう切羽詰まった気持ちで、多分の切羽詰まった気持ちで勇気が出たんだと思うんですね、大胆になれたんだと思うんですけども、映像を作る勉強をしようと思ったんです。でとあるあのアメリカの小さな町にある映像を作る、映像の作り方を学ぶ学校に2週間ほど行って、そこで素人でもできるっていうね、あのデジタルの映像を作るクラスに入って、あのまあ、枯葉剤の被害について勉強する一方、映像を撮るという勉強もしたんですね、それで2週ちょうどその頃、あの映像がデジタル化して、でプロフェッショナルでなくても映画が撮れるような状況になってきたので、あのその2週間のクラスで、
短編を独力でね3本ほど作ることができて、はい、あ映画ってこんな風にできるんだという感動を持って日本に帰ってきて、で早速ソニーのデジタルカメラを買っていろいろ調査をしつつ次の年にベトナムに行ったんです。あそうですか。そして被害者がまだまだ大勢いる孤児院というか施設ですね、児童、はい、子どもたちの施設に大勢の被害者がいた、障害を持った子どもたちがいた、はい、ということを目の当たりにされるわけですよね。そうですね、あの施設に子どもたちがいるだけじゃなくて、はい、都会でも田舎でも家庭の中でも本当に思っていた以上にありとあらゆるところに被害者がいました。そうですね、そのあり方もねまたすごくあのいろんな障害のあり方も違うし、はい、あの苦労の仕方も違うんですよね。それで、うん、私もベトナムに行った時に駅にやっぱり車椅子の人が大勢いて宝くじを売っているんですよ、はいはい、で聞いたらやはりそのベトナムの枯葉剤の被害者の方たちに優先的にそのお仕事を、あ、そうなんだ、するようにして、生活の糧にしているということを聞きましたね。いらしたのは何年ですか。やっぱり2000年代の初めぐらいなんで、私が初めて行った2004年にはね、そういう風景を見たんですよ、でもだんだん減ってきた、減ってきましたね。ということはやっぱり社会がより面倒を見てその子たちのケアをするようになったんじゃないかと思うんですね。2004年っていうのは、はい、あのちょうどね枯葉剤の問題を政府が表沙汰にして取り上げるようになったんですね。あの枯葉剤被害者の会っていうのがベトナムにあるんですけれども、それが結成されたのも2004年なんです。それまでは赤十字が少しお金を集めて救済するっていうような感じだったんですね。で2004年にその枯葉剤被害者の会ができて、それからもう目覚ましいあの速さで、はい、ベトナム全土にその支援の輪が広がっていってね、それまではどこにどういう被害者がいるか分からなかったのが把握できるようになったんですね。でそのベトナム の枯葉剤被害者の会っていうのは退役軍人の会なんです。だからあちこちにこうネットワークが広がって、その20年の間にその彼らが成し遂げたっていうことは本当に目覚ましいものがありますね。でその現実に衝撃を受けてこれは記録に撮ろうというお気持ちになったんでしょうかね。っていうよりも最初から映画を作ろうと思っていったんです。まあ、そうですね。できるかどうか分かりませんでしたけどもね。でカメラなんか本当に慣れていなかったから目の前で起きること、一生懸命撮るのがもう追いかけるのが精一杯で、映画になるかどうかは分かりませんでしたけども無我夢中で撮影しましたね。それで、完成したのがまず、第一作目の花はどこへ行ったですね。これは命、新しい命にも障害が生じていることを強く訴える、まあ、赤ちゃんですね。英文ではね、なんだっけ、エージェントオレンジ、A Personal Requiem、 個人的な鎮魂歌というタイトルをつけたんですよ、はい、あのだから本当に私のどうにもしようもない悲しい気持ちが、の表れだったと思うんですね。でそれを作ることによってあの被害者の人たち、こんなに大変なのに私よりもずっと大変な思いをしている人たちがたくさんいる、はい、私も悲しみのどん底にいたんだけれども、彼らや彼女たちの頑張ってる姿を見たらね、やっぱり私もこうしょげてばっかりはいられないなという気持ちで力をもらってだんだんに癒されていったんです。あ、そうですか。で、この第一作目はやはりその家族の当事者と家族の現状、子どもたちの現状を追った作品ですね。そうですね、そしてこの作品が日本で公開されて、はい、
その作品を見た方たちからの寄付が寄せられて、はい、希望の種聞き、そうです、それが初めてあったんですね、ふと思いついて劇場に募金箱を置いたらどうかしらって言ったら劇場がすぐ賛成してくださいまして、で1日で何十万円と集まったんですね、その頃は。そうですか、確か、それでそれを 種にのお金にして、ベトナムの被害者たちにいろんな形で支援を始めたんです。それがだんだん進化して、希望の種奨学生、奨学金っていう制度になりました、そうですか。で、ハノイの団体と一緒に設立されたんですかね。設立したのは、私一人でやったんですけれども、協力を得てこちらで集まったお金をその枯葉山被害者の会というところに送ると、彼らがこう必要としている学生たちを選んでくれて、でそこに分けお金を分けてくれる。私がここにいてお金だけを送ってもね、向こうに行ってどうなってるかわからない、だからそのシステムはすごくうまく、お互いの信頼に基づいてうまくいきましたね。で、そういった日本でも大きな反響があった作品なんですが、その後ですね、今度は坂田さんは第2作目沈黙の春を生きて、これを制作いたします。これは2011年ですね、沈黙の春といえばレイチェル・カーソンを思い浮かべますけれども、 それと、レイチェル・カーソンの場合は DDT が禁止されるきっかけとなりましたけれども、当時そのベトナムではジャングルに潜むゲリラの隠れ場所をなくすためにアメリカが枯葉剤を散布したということで、この枯葉剤は農薬と同じ成分を持っていて、人体や自然環境に大きな影響を及ぼす猛毒のダイオキシンが含まれていた、ということなんですね。で、1作目についてまたカメラを携えてベトナムにいらしたわけですね。ベトナムとアメリカですね。アメリカですね。そのきっかけになったのは、第1作目はアメリカがやったことだから、アメリカでもっと見てほしかったんですね。でもなかなかアメリカでは広がらなかったんで、ここにアメリカ人が登場したらもっとアメリカ人が見てくれるんじゃないかという思いがあったのと、ちょうどその頃私1年ほどアメリカに住む機会があってね、でアメリカでもいろんな問題があるっていうことを知ったんです、一つにはダウケミカル社っていう、枯葉剤を作っていた会社の、会社がミシガン州のティタバワシー川っていう川沿いにあるんですけれどもね、当時枯葉剤を作ったその廃液を垂れ流しにしてたんです。それがまだ未だに残っていて、地域の住民にがんが増えたりいろんな障害があるんですね。でそれを地域住民が立ち上がって反対してるっていう運動があるというのを聞いたのと、それからベトナム帰還兵の子どもたちの中にも障害がある、だからベトナムで被害は大きいけども、その枯葉剤エージェントオレンジ、英語ではエージェントオレンジなんですけどもね、エージェントオレンジの影響っていうのはアメリカでも大きいんだっていうことを伝えたかった、ですから第1作目で一応私の中のね、その悲しみっていうのは一段落ついたような気がしたけれども、枯葉剤の問題はまだまだ続いている、どうしたらよりよく 知ってもらうことができるだろうかって考えた末にこれを作って、じゃあアメリカの帰還兵の家族に取材をしてお話を聞いてということも盛り込んだわけですね。そうなんです。それでその中で登場してくるヘザーさんっていうね、お父さんがベトナムにちょうど私の夫がいた頃、同い年ぐらいなんですね、行っていて、もう亡くなったんですけれども、そのお父さんから生まれて、お母さんからですけどね、生まれたのはね、でそれをお父さん手も足も欠損してるんですよね、でその子にインタビューをして、ベトナムに一緒に行ってみないって聞いたら、最初はね、そのお父さんが枯葉剤を浴びたそういう敵の国でしょ、だから多分躊躇して行かないっていうんじゃないかなと思ったんですけど、
心よく引き受けてくれて、一緒にベトナムに行って、ベトナムのカラー祭の被害者と会うということができたんですね。それがその被害者同士の交流の始まりで、そうですね、でお互いにね、国を越えても時が経っても被害は共通なんだねっていうことを認識したという、きっかけになったと思います。そうですね、まあ、戦争は勝っても負けても被害は大きい、もちろん負けた方の被害は大きいですけれどもね。そうですね、それで被害はやっぱりあの下々、そうなんですね、ね、戦争を始めた人じゃなくて、ね、なんていうのかな、その下にいた人たち、まあ、庶民ですよ ね、あと、まあ、もちろん兵士もそうですけどね、ということですね。これはアメリカで公開できた、あの、はい、公開というその劇場でっていうことはないんですけども、あの一部の反戦グループ、機関兵の反戦グループとか、そういうところではあの公開されました。それでね、あのアメリカではみんな興味がないって言いましたけど、一作目の花はどこ行ったは、アメリカの大学での図書館で100部ぐらい売れてるんですね。だからこう輪とは広がらないかもしれないけど、図書館にあるということで、学生たちが時々ベトナム戦争はどうだったんだなんてね、ああいう探すときに見てもらえればいいなという希望を持ってます。そうですね、まあ、ベトナムの被害は大きいんですけれども、アメリカでもこんなに被害者がいるのに、あまり皆さんが見てくれないっていう現実があるんでしょうかね。やっぱり目の、なんていう、日々の生活で大きな問題がいろいろあるし、それからアメリカの機関兵がね、の中にもたくさんの被害が出ていて、その人たちが集団訴訟を1984年にして、かなりの額のまとまった額で示談をされたわけです、でも示談だったので、誰が悪かったっていうことは問われないわけですよ、それがとても20何万人が集まってやったもんですから、とても大きなニュースになったんですね、でその後あの補償をする方向に動いてきて、枯葉剤法っていうのが1991年にできたので、一定の病気になったアメリカ兵で元ベトナムにいた人については保障されるっていうあの法律ができてるんですね。ですからアメリカ兵はある程度保障はされてる、ただその子どもたち、あの障害を持って子供た生まれた子どもたちについては因果関係は認められていない。ところが女性兵士の場合は認められてる、女性兵士の子供で障害を持って生まれた子供っていうのは、あの枯葉剤のせいだと認められている。ああそうですか。でもベトナムの人は誰も認め、あのじあのなんていうんですか、その健康被害は因果関係は認められないっていう立場なんですね。そうですね、はい、でそもそもなんですが、グレッグさんと出会われたのは、グレッグさんは67年から70年まで従軍をしていて、70年に帰還されて、で間もなく京都に行かれるわけですよね。そうです、なぜ京都だったんですか。あの兵隊に行ってた頃に気球っていうのがある、お休みがあるんですよね、でその時に京都に何度か来ていて、友人ができて京都がとても気に入って、で、まあ、日本の文化、禅だとか柔道だとか、そういったものに興味があって、まあ、新しく人生をやり直そうみたいな気持ちで来たと思うんです ね、 そうですね、アメリカという国、文化を逃れて、そうですね、でそこで京都大の学生だった雅子さんと出会うわけですね、そうですね、でも結婚後お二人が、まあ、同じ方向性というか、グレッグさんはフォトグラファーで、で坂田さんはやはりそのエージェントをただね、グレッグの方は最初からカメラマンになりたいってはっきり、目標が見えてたんですけど、私は何になりたいか分からなくて、うろうろしていて、あの写真の通信社で働き始めたのはかなり後になってからです。そうですか。でずっともう京都にその結婚を、京都一緒になってから
4、5年です4年ぐらいかな京都にいたのは、それでもともと私たち世界を旅しようということが夢でしてね、お金が貯まったら、もう荷物全部処理してバックパックに詰めて、アジアを通って、ヨーロッパアフガニスタンを通ってヨーロッパに行ってアメリカに戻って、アメリカで学校に彼はGI ビルっていうのがもらえるからね、アメリカで学校に行こう、私もそのハワイあたりで大学院に行こうということを考えてたんですけども、で荷物を整理してバックパックに詰めるまではしたんですよ、そして韓国に行ったんです、そしたらソウルで仕事が彼のカメラマンとしての仕事ができてしまって、結局そこに彼は居つくことになって、私はその頃日本とその頃も日本と韓国は仲が悪かったのでね、1回に2週間しかいられなかったんです、だから行ったり来たり の生活をしているうちに、まあちゃんと仕事を探さなきゃというんで、最終的にはその通信社の仕事にありついた。でその後はアメリカを拠点にされたわけですか。その後ずっと東京が拠点です。あ、東京ですね、はい、そうですか。で、グレッグさんは東南アジアによく仕事で行かれてたので、そうですね、で、まあ、カメラマンとしてまあ、ライフとかタイムという、いい雑誌にね、認められて、東南アジアに、東南アジアが最初は多かった、韓国、東南アジアに行くことが多かったですね、それで特にベトナムに行きたいとずっと思っていて、でもその頃1980年代の半ばぐらいまでアメリカ人のジャーナリストは入れなかったんですね、で初めて行けたのが86年で、アメリカ人としてはかなり珍しいケースだった。それはやはり機関兵だったっていうこともあるんでしょうか。でもアメリカとベトナムが仲が悪くって、経済封鎖が続いていたから交流がほとんどなかったんですね、あ、そのグレッグさんが 早く入れたっていうのは、それは一生懸命ね、ビザをお願いして、あ、そうでしたか、それで一旦入れたらもう本当にベトナムの魅力にとらわれて何度も何度も行くんですね、でなんでこんなに頻繁にベトナムに行くんだろうって私不思議に思ったんですけど、今思ってみると戦争中にいろんな経験をした国で、その戦争で傷ついた心、体は傷ついてないと、表面的にはね、傷ついてないと思うんですけれども、その心の傷を癒すような気持ちがあったのかなと思います。そうですね、おそらくグレッグさんがベトナムに行かれて、それをベトナムの人たちも温かく迎えたという言い方はおかしいかもしれないんですけど、非常に受け入れたのかもしれない、ね、と思います、ね、そうですよね、ベトナムの人はアメリカに対して、特に南はね、南のサイゴン政権はアメリカと近かったから、アメリカ人は好きだったんですよね。そうですね、まあ、そういう中で肝臓がんを発症してしまったってことね、だいぶ経ってからですけどね。そうですね、で今日ちょっとお持ちいただいて、これはカレンダーですね、2003、はいはい、これはね、2003年に亡くなって、人がいなくなるのってどういうふうに自分の中で解決したらいいかわからないですよね、で、まあ、彼の生前の声だとか、ビデオに撮っていたものとか写真とか、そういうものを見るのが心の癒しになって、で次の年に、今までのスナップショットを集めて、カレンダーを作って眺めては懐かしがっていました。グレッグさんですね、はい、だから私第1作目の映画を作ったのもね、彼の声を聞いていたいとか、動いている映像を見ていたいとか、その映像によって、映像や声によって蘇ってくるものを求めていたのかもしれない。そうですね、2月はお二人で写ってますが、これはサマルカンド、サマルカンド、あ、元気な時の最後の旅がアフガニスタンだったんです、でアフガニスタンに行く途中に、あ、サマルカンドじゃない、マザーリシャリフかな、とにかくウズベキスタンですね、ウズベキスタン、最後の一緒の旅行になりました。これはカンボジア、カンボジア、こういう感じでね、あ、カンボジアといえばやっぱりね、こちらも内戦が広がってですね、そうですね、こ
これは群馬県の水上のね、あの利根川の支流の上流なんです。とても綺麗なところがたくさんあります。そうですね、はい、でこれもカンボジア。これカンボジアですか。カンボジアの内戦の時ですね。へえ、なんかね、こんな大変なところに行くのが何がいい、面白いんだろうと思うけど、なんか興奮して行っていましたね。ですか。これライフやそういうところに配信してたんです。タイムが多かった。タイムが多かったですね、はい。あ、これはベトナムが、ベトナムですね、あのカンボジアに侵攻していって、で何年だったかな、1990何年に引き上げることに決めたんですね。その時に引き上げてくる車と一緒に。あ、そうですか、はい。で、7月、これはまたどこだと思います。どこでしょうね。ブータン。ブータン、幸せの国ブータン、幸福度ナンバーワンの。ああ、そうですか。あ、やっぱりそういうおおらかな雰囲気でした、ブータン。ブータン、その頃はね、本当にグレーがブータンに行きたかったのも、その自然を重要視する、資本主義とは無関係の幸せの国というつもりで行ったんだと思いますね。でもその後携帯電話が入ってきて、はい、テレビも入ってきて、その頃はね、テレビもなかったし、携帯電話もなかったから、本当に昔ながらの生活だったんですよ。でも今は変わってるんだろうなと思う。そうでしょうね、うん、携帯電話が大きいですよね。大きいですよね、はい。8月、あ、これはね、ベトナムのサパ。あ、少数山岳民族。あ、山岳民族のサパ、うん、はこれも皆さんの営みを取りに行ったんです。それとも枯葉剤問題ですか。枯葉剤問題じゃ、あ、違いますね。じゃないです。営みですね。暮らし、うん、あ、鮮やかな民族衣装なんでしょうか ね、私も一度行ってみたいんですけど、ちょっと遠いんですよね、はそして9月、あ、これは、これは、これはなんかヨーロッパに一緒に行った時。あ、そうですか、こうね、はい、で、あ、これは、これもカンボジアですね。これカンボジアですか。頭にぐるぐるね、巻いてますね。カンボジアのスカーフ。カンボジアね、大変ですよね。はい、これまた、これはパリで。パリ。まあ、私写真の通信社の仕事上、1年に1回はフランスでそういう会議があったから、口実を作って一緒に行って。あ、そうですか。もう。あ、これはアンコールワット。アンコールワットですか、うん、2人でいらして坂田さんが写真撮ったんですか。これそうですね、多分ね。そうですね、うん、あ、まあ、その最初の1年っていうのはこんなのを見て慰めてました、そうですね、まあ、ね、その作品を撮ること、作ることが坂田さんにとってのいわゆるグリーフケアということですかね。まさに、で、彼が何を追っていたのか、そして、どんな思いでいたのかということをベトナムで、知りたいということだったんですかね。彼が何を思っていたかっていうのは、今度の映画でね、かなりいろんな彼の書いたものを発掘したり、写真を発掘したりして、改めて知ったっていうところはありますね。そうですね。やっぱり一緒に住んでるとそんなに考えないよね。まあ、そうですよね。そうですよね、はい。で、この3作目、今お話に出た失われた時の中で、これ DVD もね、もうございますけれども、初めはあんまり作る気はなかったっておっしゃってましたね、はい。作る、そう、ベトナムに何度か行ってる中でね、先ほどお話に出た枯葉剤被害者 の希望の種という、奨学金を始めて、はいはい、行く、多分学会だとか、あるいはその集会、国際会議でね、時々呼んでくれたんですよ、はい、そのベトナムの枯葉剤被害者の、でその度にその小学生の住んでいるところに案内してくれるんです。それが往々にしてすごい偏僻な田舎なんですね、で行くと、もう私はそんなに覚えてないのに、もう奨学金もらった、で本当に喜んでね、抱きついてくるような光景がいくつかありまして、こんなに喜ばれてるんだと思いながら、
いろんなところもあって、でまあ、それはそれでいいんですけども、その時は写真は撮ってなかったんですけども、そういう小学生がいるところっていうのは他にもたくさん被害者がいて、はい、もう本当にこうすごい悲惨なね、例えば家族の何人かが、障害者で大変貧しくってっていうケースがたくさんあるんですね。そうですよね。でそれを見ていくとね、本当にいやまだまだ伝えなければ、伝えなければならないことがあるなという思いでカメラを持っていくようになったんです、そうですね。で日本の国内でも、まあ、ベトナム戦争の反戦運動がね、はい、結構ありましたけれども、うん、やっぱり同じアジアとして、まあ、60年代70年代の戦争ですよね、うん、そうすると一言ではないということで多くの皆さんが奨学金に寄付されてくださるんですかね、はいはい、いやとても同情的で ね、 あの今回の映画が始まってからも、はい、あのかなりの方が寄付してくださって、また少し元気ができて、あの奨学金制度がね元気が出てくるかなと思っています。そうですね。で今回の3作目の特徴ですけれども、改めて、ご家族のところに、撮影に行ったわけですね、はいはい、で印象に残った方たち、あるいは言葉はありますでしょうか。やっぱり20年経つとね、元気になる子、だからあの明暗が分かれたと思うんですね。例えばホアンさんという女の子とか、それからあのロイ君というね足のケツない男の子が結婚した男の子とか、彼らは本当にあの生き生きとね、障害をものともせずに生きてますよね。そういう本当に18のもう 14年ぐらいはずっと会ってるんですね、でこんなに元気に生き生きとあの生活するようになるとは思わなかったんです、で2004年に初めて会った時には、はい、その病院のポン先生もね、この子たちは今は楽しそうにしているけれども、将来のことを考えるとどういうものが、どういう将来が待っているのか、考えただけで私も悲しくなるとおっしゃったんですね、私も本当にそうで、あのこの子たちどうなるんだろうって心配してたんです、はい、その心配はもうよそに本当に元気で、ね、だから障害者であるっていうことをあんまり意識せずに、ね、頑張ってますよね。そうですね。で場所としてはあのクアンチ省カムニア村、彼あの子供たちがいるのは中樹病院だからあのホーチミンなんですね、ただそういう子どもたちがいて元気づけられる一方、あのたくさん の、 あの、被害者の家族がいる地方、はい、それがクアンチ村っていうんですけれども、そこではね、あの以前はそれなりにお母さんも若くって、子どももちっちゃくて可愛くって、あの本当に笑顔だった人たちがね、もう長年の苦労で疲れ果てて、子どもも大きくなって、あの面倒を見るのが大変になって、どんどん少数していくっていう対照的な様子が見られましたね、そうですか、まあ、それから14、15年ですけれども、まあ、人はどういう境遇でも、まあ、生きていく力があるわけですけれども、まあ、先ほどおっしゃったように明るい、当事者もいれば、あるいはそうで非常に不幸な暮らしを続けている当事者もまだまだいる。そうですね。ね、それでまあ昔に2004年に会った人たちはそれからも何年かごとにね、あの会って、あの様子を見てるんですけれども、それがどんどんね、あの年齢重ねてね、そうですね、大変さが増してくる。一方で今までね思っても見なかったような重症の新しい家族ケースにも出会ったわけです。例えば子供がみんな4人の子供がみんな四つん這いでしか歩けない家族とかね、手足に障害を持ってるってことですか。そう、どうなんでしょうね、なんか神経的なものなのか、ちょっと中枢神経、ちょっと内容よくわからないんですけど、
それともお父さんとおじさん3人がみんな障害を持って生まれていて、その面倒を15歳の女の子が見なきゃならないっていうようなね、そういうところにも、なんていうか、こういう大変な人がいるよっていうんじゃなくて、ちょっと会いに行こうっていう感じでいるわけですよ、そういう被害者がね。ということは、私が見たのは氷山の一角で、まだまだ知られない被害者がたくさんいるんではないかなと思う。おそらく60年代70年代の被害からもう4代ですよね。そうすると若い、4代目っていうのは本当にまだ子供ですよね。子供さんはね、それでも4代続く、そうすると5代、6代っていう可能性もありますよね。だからその枯葉剤ダイオキシンの被害がこんなに長く続く、そして人々の生活を脅かして、でおそらく女性は特に、自分が子供を産んだら、もしかしたら子供にも障害が、できるかもしれないということもありますよね。もう本当にね、あるか、まあ、いろんな数字があるんですけれども、ベトナムの被害者は300万人とも、それともそれか散布を受けた人は480万人とかね、いう数字があります。それで今ベトナムの全人口の 7%、620万人に当たる人が障害者、それが全部枯葉剤のせいではないにしても、そういうそのぐらいの数字の障害者が多いんですね。そうすると、まあ、今回改めて、2004年に会ったご家族とその後講義を続けてカメラを、まあ、向けてと同時にグレッグさんの、まあ、足跡も、同時に、映画の中で描いたということですね。そうです、グレッグさんとは、まあ、救世されたということで、まあ、遺言やね、そういうものがなかなか聞けなかったとは思うんですけれども、まあ、グレッグさんに何を呼びかけたいですかね、この3作目が出来上がりましてね。私、彼が亡くなってから生と死っていうことについていろいろ考えたんですね。それで死んでしまって全てがゼロになる、天国に行くとかは思えないし、お墓の中にいるとも思えないけれども、全てがゼロになるっていうのはあまりに悲しいではないですか。でそんな中で考えたのが、まあ、人は死んでも新たな形で生き始めるんだっていうことなんですね。それはの残された、あるいはご家族の心の中で生き始めるとか、心の中で生き始める、全くのゼロにはならないんだなっていうことで、まあ、この映画で彼がやってきたことを少し生かせることができたっていうことは ね、 そうですね、私にとってそういうことで、そういう点で嬉しいですよね。坂田さんが行動を起こしたことによって希望の種奨学金が生まれ、そしてそれによって学業を続けられる子どもたちが、できたり、大きな広がりができましたよね。そう、私がやってることは本当に小さいことなんですけども、少なくとも全然映画を見に来てくださった方の中で、大きな反応が大きいのはやっぱり知らなかった、こんなことがあるとは知らなかった、だから私がカメラを持ってベトナムの田舎に行って撮影をして持って帰ってくることで、その伝えることができたっていう、それがどれだけ広がるかは別にしてね、もしそれがなかったら何も埋もれてしまった事実だったかもしれない、そうですね、ですよね。だからそういう意味では作ってよかったなと思いますし、その知るということ、その埋もれないようにするということが大事だと思うんですね。そうですね、ベトナム戦争以後アメリカでも、例えばオリバー・ストーン監督が、戦争を題材に映画を作り、いろんな形で表現をしているんですけれども、今の世代でベトナム戦争について、知っている方がどれだけいるかっていうとね、どんどん忘れられてしまいます ね、 そうですよね。日本の戦争でさえ、もう負荷が、
著しくなっていますからね。でベトナムでね、ええ、ベトナムじゃないパリで訴訟を起こしたベトナム人のちゃんとニャーさんも言ってますけども、はい、訴訟は勝たなかったんですけれども、ええ、受理されなかったんですけれども、ええ、私たちは勝った。でなぜ勝ったかって言えるかっていうと、過去にあったことを今掘り起こして現代に生かした、はい、そういうことによって忘れ去られない新たに問題が表に出てきたっていうことは私たちの勝利だって言ってるんですけれども、そういうことって大事ですよね。そうですね。で坂田さんはですね、このベトナム産不足のその合間にですね、福島の原子力発電事故を題材に、はい、モルゲン明日、はい、それから私の終わらない旅、はい、これも撮影されていますよね、はい、で両方とも2011年の撮影ですかね。私の終わらない旅は2011年から始めて2015年に発表したんですね、モルゲン明日はそれに続いて2015年から始めて2018年に終わりました。やはりその原発事故も、坂田さんの中ではこの延長にあったわけなんですか。そうですね、レイチェル・カーソン、私第2作っていうのは本当に沈黙の春を生きてっていうのは、レイチェル・カーソンの言葉からヒントを得て、化学薬品も化学薬品の被害がね、いかにいつまでも続くっていうことを言いたかったんですけども、その彼女が化学薬品も放射能も不吉な存在としてね、人間の在り方を変えてしまうという警告を発してるわけですよね、それでですから その映画を作っている時にちょうど福島の事故が起きて、ああ本当に放射能と化学薬品というのは共通点があるんだなという認識に立った上で、どうして私たちはこんなところまで来てしまったんだろう、54基もの原発を建ててしまったんだろうという問いかけを持ちながら、アメリカが核実験をしたビキニ、それから、ソ連が核実験をしたセミパラチンスク、カザフスクですね、それと日本が使用済み核燃料をたくさん送ってそこで再処理をしているラーグ、そういったところを訪ねて、その原発のね成り立ちをちょっと見てみようかなと思ったのが私の終わらない旅なんです、そうですね。ここではこの撮影の旅を続ける中でどのようなことをお感じになりましたか。そうですね、アメリカもソ連もなんでこんなにね、長崎に原爆と広島に原爆を落とした後にどんどん進めていったわけですよね、懲りもせずに。そうですね。それでそのきっかけっていうのは、きっかけというかターニングポイントっていうのはアイゼンハワーのアトムズ・フォー・ピース、原子力の核の平和利用ですね、それがとてもねまやかしだったと思うんです、核の平和利用なんてありえないと思う、だから結局それは経済的なものをプロモートするための嘘だったと思うんですね。そういうことをちゃんと見なきゃいけないなと思って、そうですね、でこの第2作モルゲン明日ですね、モルゲン明日はその、福島の事故の後ね、ドイツのメルケルさんはきっぱりと脱原発をアナウンスして、で安倍さんはどんどん進めていこうとしていたでしょ、その違いはどこから来るのかっていうものを見たくって、ドイツの再エネ事情を探りに行ったんですね、でそこで見えてきたのはやっぱり戦争に対する反省の仕方、そうですよね、それと市民の力、そうですね、私もドイツの方からよく言われるのは、メルケルさんは元はといえばそんなに脱原発派ではなかった、どちらかというと推進を
方向だったんですけれども、まあ、福島で原発事故が起きて、はい、でそれまでの市民による反原発の運動の積み重ねによってもうこれは廃止しないといけないという決断をされたと、そういうことをよくドイツの方から聞きましたけどね、でそこで見たのはね、やっぱり1970年代から の緑の党とか、はい、そうですね、学生市民の力がずっとそれを推進してきた、その強さっていうのを感じましたね、はい、そうですね。ですから、まあ、逆を言えばですね、日本でも私たちはそのちょっと不便でもいいから安全なエネルギーで安全に暮らしたいんだっていう声がもう国民や市民の間でそれが総意なんだと分かる形でなったらば日本の政府も変わるということなんでしょうかね。なんかね、日本の政府って市民の声を聞くシステムになってないんじゃないかっていう気がすることがありますね。そうかもしれないですね。だからでもね、市民の声もうちょっと届いてもらわないと困りますよね。まあ、そうですね。聞く耳を持ってない。岸田首相は私の得意はところは人の話をよく聞くことだとおっしゃってましたけど、そうですね、それもまやかしですよね。だって国葬のことについてだって何も聞いてないじゃないですか。そうですよね。よく抜け抜けとそんなことが言えた。本当にね。逆に言えば日本でなぜこの当事国ですよ、うん、事故の当事国の日本で転換できなかったっていうのはね、やっぱり私たちの問題なんでしょうかね。そうですね。それで今また原子力、そうですね、推進の推進している、それはウクライナ情勢で、まあ、エネルギー問題がやはり再燃したということが背景にありますかね、それを誰かが火事場泥棒って言ってましたけどね、それをいい口実にして、いいチャンスだと虎視眈々と狙っていた原子力復活が実現されようとしてるんじゃないですかね、そうかもしれないですね。だからモルゲン明日をね、また皆さんに見ていただきたいなと思うんですけど、そうですね。ただドイツもね、はい、その一時ほどやっぱり脱原発を自信を持ってできないような状況になってますよね、ウクライナでから、はい、そうですよね、ガスが来ないから、はい、だからその世の中の状況はなかなか楽観できないけれども、それでもやっぱり再エネを進めなきゃいけないっていう立場を変えちゃいけないなと思います、あともう一つ今回のウクライナでよく分かったのが、ロシア軍がですね、原発施設をまず占拠しましたよね、やはりその戦争と原発問題っていうのはやっぱり密接に絡んでいるというのを目の当たりにしましたよ ね。例えば日本がこれから、原発を再稼働させて、また新しいものを作ったりした場合に誰かがアタック攻撃しようと思ったら、大変な攻撃の的になるわけですよね。そうですよね、それだけでも大きなリスクですよね。で原発とそれから原爆っていうのは瓜二つって、よく言いますし、軍事的な思惑と絡んでいない原発っていうのはないんだという意見もあるし、まあ、私もそれを多分そうだろうなと思うんですけど、そうですね、そうですよ、この原発の問題、それからベトナムの枯葉剤の問題、どこかでやっぱりつながってるんでしょうね。つながってますね、だからそれはなんていうのかな、企業、儲けを優先する企業だとか、戦争すると儲かるんですよね。武器商人が暗躍するとよく言われますからね。それでアフガニスタンの戦争の時だったかな、アメリカでね、次期の戦闘機を、ロッキード・マーティンにするか、もう一つ何にするかっていう論争があった時に、最終的にロッキード・マーティンに決まったんですね。そしたらロッキード・マーティン社の人たちが集まって、アフガニスタンで子どもたちが逃げ惑ってる時ですよ、集まってシャンペーンでお祝いをしてた。 あれは私いつまでも忘れない。そうですね、そういう意味ではベトナムの問題も私たち人事ではないし、
今のウクライナの問題もそうですよね。そうですね。これは国境を越えて戦争というものはもう二度と起こさないと、で市民の力で起こさないようにしないといけないというふうに、流れを持っていかないといけないですね。そうですね。だからそれができるかどうかわからないけども、何にもしないでいたらもっと悪い方向に行ってしまうと思うんですね。そうですね。ですから私たちの力でできる限りの歯止めを作っていかなきゃいけないんじゃないかな、そうですね、それはできると思うんです、歯止めを作るっていうこと。で3作目のベトナム部作の3作目の失われた時の中では、まあ、偶然にもウクライナで、はい、本当の戦争が起きている時ですか、この公開に合わせて、まあ、戦争というものは何か、なぜ起きるのかということを私たちは今戦地ではないんですけれども日本で考えるという意義は非常にありますよね。そう思いますね。もう60年経ってもね、やっぱり同じことが繰り返されてるっていう気持ちはありますね。そうですね。でベトナム戦争の被害者を支える団体は日本でもたくさんありますよね。まあ、そういう方たちにもこの作品をもう一度また見ていただいて、はい、ベトナムの今現実というのを知っていただければいいですね。そうですね。まあ、だから本当にそれは昔に起きた遠い国で起きた自分たちに関係のない問題じゃなくて、とても深い関連がある日々の生活と関連してるっていうことだと思うんです。はい、そうですね。このベトナムでの問題を少しでも改善するために私たちができること、もちろん寄付もそうなんですけど、その他にどんなことがありますでしょうか。やっぱり目を見開いて知ることじゃないですか。そうですね。騙されないようにしないと。まあそうですよね。そうですね。あと特にベトナムの政府やアメリカの政府に働きかけることは特にないですか。もう私は政府ってあまり信用してないから、ええ、市民レベルでできることをした方がいいんじゃないかな。そうですね。それはそうですね。そうですね。それではじゃあ私たちの何をこれからするべきかを考える一つの材料、市民の声を大きくしていくっていうことが大事なんじゃないですか。そうですね。だから情報をたっぷり、間違ってない情報をできるだけ手に入れて、2つの2本の足でしっかりと立つと、はい、いうことが大事なんじゃないかな。そうですね。まあ、今 COVID-19 ウイルス問題でなかなか渡航が難しくなりましたけれども、収束したら、ね、ぜひね、ベトナム観光地で日本の人からも非常に人気があるところですけれどもね、でも戦争博物館に行く、あるいは施設に行くようなツアーもありますからね、はいはい、雑貨がでね、非常に可愛い雑貨がたくさんベトナムに行くとあって楽しいんですけれども、まあ、それもそれで、また皆さんと交流するということもいいかもしれないですね。可愛い雑貨といえばね、ベトナムのカラハザ被害者の方たちがたくさん作ってるんですよ。時々私も買ってきて、日本のそういうグループの人たちにお渡して売っていただいたりするんですけど、とても人気がありますね。あ、そうですか。またおそらく丁寧に作られてるんでしょうね。そうですね。それに彼らにしても他にできない、他にはできないけど、そういうことを一生懸命することによって、はい、やっぱり生きがいになる。そうですね。はい、分かりました。で、このカレンダーにですね、ありました、これが水上、ね、でこれ水上がの風景で、今坂田さんが水上にお住まいなんですね。そうです、はい、これはなぜなんでしょうかね。あ、そうかな、言うと長い話になる。友達がちょっとしたアメリカ人が最初に始めたんですけれども、外国人が住んでる小さなコミュニティがあるんですね。水上に、山の中に隠れていて誰も知らないという、そういうところに彼の友達がいたので、頼っていって、
バンガローみたいなとこを借りて、あ、そうなんですか、はい、週末に行っていたのが、初めはセカンドハウスみたいな感じだったんですね。そうですね、はい、で私東京の仕事がなくなったので、もう常住することになりました。あ、そうですか、まあ、今リモートでもね、なんかできますからね。だから人気が高まってるみたいですね、宮城も、うん、あ、ホタルが有名ですかね、はい、あと足というか、そのコモンズのようなね、こう自然が結構残ってますよね。ユネスコエコパークだって町は自慢してます。そうですね、ということですね、はい、谷川岳のふもとで、利根川の源流です。あ、そうですか。じゃあおそらくこの作品、今東京の東中野にあるポレポレ東中野で上映中ですが、これから各地で公開されますよね。これ9月3日から大阪、はい、9月16日から京都、はい、それから高崎、前橋、それから横浜、10月になってから、とかなりあちこちに行きますので、どこかで ね、 そうですね、機会を見つけてみていただければと思います。そうですね、じゃあ最後に、一言何かございましたら。次回作はまだ、いや、とにかくこれでね、かなり労力を使ったので、終わったらちょっと一息入れて考えようかな。そうですね、まだちょっと力はあるからね、何かした方がいいかなという気持ちはあるんです、まあ、国内問題もね、いろいろ山積してますよね。そうですね、でもね、私が映画作るのはやっぱり旅をしたいからなので。あ、いいですね、コロナが治らない、解決しないとなかなか自由に行けないです、ね、そうですね、はい、わかりました。はい、じゃあ今日は映画監督の坂田雅子さんにおいでいただきました。では東京の東中野のポレポレ東中野は9月9日まで、その後全国順次公開ということです。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。お話しさせていただきました。ありがとうございました。